明治大学附属八丈島高等学校は、かつて東京都八丈島に存在した私立高等学校。八丈島では、戦後、高校の設置を望む声が高まり、当時人口が多かった大賀合村と峰村の間で誘致合戦が発生した。運動の結果、1949年に東京都立園芸高等学校八条分校が大賀合村に置かれたが、 これに対して、峰村が独自に、高校誘致運動を継続して行った結果、明治大学が名乗りを上げて同校が作られた。付属八丈島高校の設立にあたっては、峰村出身の明大校友を通じて、大学の上層部に、高校新設の話が持ち込まれたところ、当時総長を務めていた、宇佐和ふ明が、壁地教育に関心を寄せていたことが、 同校の設立決定に大きく関わっていたという。男女教学、一学年一学級で始まり、名大への推薦入学制度も設けられたが、離島ゆえに運営経費が重くかかるのと、生徒数が少なかったことが、最大の問題であった。赤字を補うために、花の栽培や、養魚場経営、観光などの収益事業も検討されていた。また、大河合村と、 峰村が融和して町村合併したのを機に、同校は都立八条高校へ統合されることが決まり、数年でその歴史に幕を閉じた。廃校に際して施設その他は都に移管され、八条高校に受け継がれた。卒業生数の合計は326名。以下の情報は主に開校当初のもの。ありがとうございます。